禰豆子に何があったんだ。はい、どうも、皆さん、こんにちは、アノイチです。ということでね、本日はですね、無限列車編第5話のね、新規カットちょっと見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、今日サムネイルにある通り、やばいですよね。はい、禰豆子に何があったのかっていうことなんですけども、こちらね、まず触れていきたいなと思います。はい、こちらですね、本編見た方だったらね、わかるかなと思うんですけども、第5話の次回予告でですね、なんとケツアゴ禰豆子がいきなり登場してきましたということで、こちら公式の予告になってるんですけども、何があったの公式ということでね、ちょっと公式が病気になってしまったのかっていうことなんですけども、こちらですね、単純になんか公式が病気になったってわけじゃなくてね、ファンブック2の、公式のねファンブック2の4コマ漫画に記載されていた部分をパロディじゃないですけども、アニメ化してね、今回予告としてね使ったみたいです。はい、いきなりね UFO テーブルさんがぶっ壊れたのかっていうことだったんですけど、ちょっとね初見で見た時は本当びっくりしたんですけども、そんな感じということで、一応ねUFOテーブルさんが遊んだということになっております。はい、いや、なんか無駄にこういうところにクオリティ高いのマジで笑うんだけど、ということで、新規カット見ていきましょう。はい、ということでね、第5話ね、なんかそんなに新規カットあったようにはね思えないんですけども、意外とありましたよということで見ていきましょう。まずはこちら、縁務に侵食される列車のシーンが追加されておりましたということで、ちょっとね細かい本当なんか侵食するシーンが追加されていたんですけども、ちょっと気持ち悪いですよねここちょっと気持ち悪かったですよね。これはねちょっと初見で見てる時にも気づいたんですけども、なんか明らかにね、なんか本当に侵食されているのが本当ゆっくりじわじわ行く感じがね、追加されておりましたということで、その気持ち悪さっていうところのね、追加がありましたね。はい。これもちょっと無駄にクオリティは高かったですよね。はい。続いてですね、禰豆子の戦闘シーンが追加ということで、こちらはですね、割かし嬉しい追加となりました。10秒ほどですね、禰豆子の戦闘シーンが新たに追加となっていたんですけども、皆さん気づきましたか？僕そんな10秒も追加されてたのかっていう、初見で見た時に、気づかなかったんですけども、いや結構追加されておりましたね。こちらね、禰豆子が乗客を守るシーンなんですけども、そちらね、戦闘シーンが追加されておりましたということで、ちょっとね見返してみてください。こちらね、結構良かったんでね、見返してみてください。さあ続いて、なんと新規セリフと新規カットが、ここで追加されておりましたということで、どこにそんな新規セリフがあったのかということなんですけども、炭治郎がですね、列車の前方に伊之助に前に来てくれって言われてね、向かうシーンがあるんですけども、そちらでですね、炭治郎がちょっとね、自分自身にちょっと言い聞かせるセリフみたいな感じで、セリフとともに、新規カットが追加されていたんですけども、こんな感じということで、煉獄さんは五両もの客車を守ってくれている、伊之助は敵の急所を見つけた、善逸も禰豆子も戦っている、俺も役に立たなければ、みんなを守らなければみたいな感じでね、自分に言い聞かせるシーンがね、追加されておりました。新規カットとしてはこんな感じでね、その回想シーンとともにこんな感じで流れていたんですけども、煉獄さんがね戦ってるシーンがね追加されていたのはちょっと嬉しいかなと思っております。はいはい、ということでね、最後の追加シーンなんですけども、こんな感じで、横転する列車のシーンがね追加されておりましたよねということで、こちらね気づいた方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、結構ね劇場版よりも迫力がね増しておりまして、かなりちょっと怖かったんですよね。列車が横転する、おーみたいな感じでね、臨場感あったね、追加シーンとなっているんで、ちょっとね、新規カットを踏まえてもう一回見返してみるっていうのもありですね。はい、そんな感じでね、今回の新規カットはそんなになかったんですけども、前回に比べてそんななかったんですけども、こんな感じで細かいところ割と追加されておりましたよねということで、振り返ってまいりました。個人的に今回の見どころとしましては、やっぱ予告編のこのね禰豆子だったのかなって思ってます。結構ね笑っちゃいましたね。はい、一瞬僕はねちょっと別のね番組を見てるんじゃないかっていう気分になっちゃったんですけど、鬼滅の刃公式さんちょっといきなりこういうことするとねびっくりしますよとなっております。はい、ということでね、次回はですね第6話赤座ということで、タイトルからネタバレしてるやないかいとなっているんですけども、タイトルにね微塵のセンスも感じないねタイトルになってるんですけど、次回もその通り煉獄さん VS 赤座となっているんで、
当にもう1秒たりとも見逃せないシーンだし、まあね、その戦闘シーンっていうところで新たな、ね、新規カットがね追加されるんじゃないかなと個人的には思っているので、まあ本当に次回はマジでね見た方がいい回となっております。ということでね、皆さんね第5話いかがだったでしょうか。新規カットね気づきましたでしょうか。皆さんのねコメントなんかもぜひぜひよろしくお願いします。てことで皆さん高評価とチャンネル登録はお済みでしょうか。ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。